こんにちは、ケンです。今日は今なお昭和レトロな雰囲気を残しつつもビジネス街へと大きく変貌を遂げようとしている街、大阪市の京橋を紹介します。大阪の京橋は東京都中央区にある京橋とは違い、アクセントが先頭に来て京橋と読みます。東京では平読みの京橋ですね。大阪の京橋は梅田、難波、天王寺に次ぐ交通の要衝としての大阪東の玄関口です。城東区、宮古島区、中央区と3つの区をまたがる大きな地域になります。京橋駅から大阪環状線を使えば大阪駅まで6分ほど、大阪メトロを使って心斎橋まで13分、京阪電鉄を使えば淀屋橋経由で難波まで25分、3路線が利用でき、市内を移動するにはとても便利です。さらに京阪電鉄は京都の三条、出町柳まで通じており、兵庫県尼崎市と奈良県木津方面まで通じる JR 東西線もあり、他県へのアクセスが良いのもその特徴です。京橋はもともと大阪城京橋口北側に架かる橋、京橋でした。この京橋の北詰が大阪から見れば京街道の起点とされていました。その後明治9年に起点は京橋から見て西側の大阪市中央区の高麗橋に移転されました。京橋にはかつて明治初期の頃まで罪人の処刑場が存在していました。それが野江刑場です。野江村の京街道に面したところにあったとされ、現在の京橋中央商店街の端にあったと考えられます。大阪夏の陣が終わった頃に開設され、そこで豊臣方の残党が主に処分されたようです。京街道に沿った位置にあったのは京都方面から大阪へ入ってくる人々に対する見せしめのためだったと考えられています。野江刑場跡の石碑は現在森口市の儀典寺に移されています。大阪夏の陣によって戦災を被った大阪市街には復興を兼ねた都市改造が行われました。その一つとして市内に散在していた墓地を大阪市街の外縁部に整理集約する施策が行われました。それが大阪七墓です。内訳は梅田、南浜、吉原、蒲生、尾瀬、飛田、そして千日の7カ所です。2020年 JR 大阪駅北側の再開発地域、通称梅北にて1500体以上の人骨が発見されたと大阪市教育委員会を発表し、大阪の人々を仰天させました。江戸時代中期には裏盆、今でいうところのお盆の夜にこの大阪七墓を巡るという不思議な風習がありました。こちらは明治5年の地図です。明治に入り、そのほとんどの墓地は移転、現在はどこに移ったのかも不明とのことです。大阪七墓巡りは数人で夜通しすり鐘や木魚を鳴らして賑やかに他人の墓や無縁仏の墓巡りをする風習です。とはいえ総距離 20km を超え、休みなく歩いても 4,5 時間以上かかります。おそらく船を利用しながら回っていたと考えられます。七墓の話を出したのはこちらのうちの一つの蒲生墓地が JR 京橋駅を出て南東方面に歩いて5分の場所にあるからです。さらに七墓のほとんどが現存しないのに対し、蒲生墓地だけがほぼ旧態のまま現存しているからです。周囲は居酒屋やホルモン焼き屋が立ち並ぶ場所にひっそりと佇んでいます。この墓地は現在でも空き区画の募集が行われています。墓地入り口にある六地蔵は大阪市の有形民俗文化財に指定されています。続いては交通の要衝としての京橋駅の変遷を見ていきましょう。京橋駅の利用者数は JR、京阪、地下鉄と3路線あることから、大阪駅、難波駅、天王寺駅に続く規模、乗降客数は3路線合計で約46万人にも上ります。まずは京阪京橋駅から見ていきたいと思います。現在の京阪京橋駅は開業後3度にわたり位置が変更されました。初代京橋駅は1910年明治43年4月に京阪本線の開業と同時に開設されました。大阪城京橋口につながる橋梁としての京橋の最寄りにありました。しかし同年開設された京阪鉄道の起点である天満橋駅及び野田橋駅に近すぎるため、開業後8ヶ月で廃止されています。それにしても駅を開業して8ヶ月で閉鎖するというのは今では考えられません。日清日露戦争に勝ち、その好景気が後押ししていたと推察されます。明治43年12月に姿を消した初代京阪京橋駅ですが、その後その役割を担ったのが現在の JR 京橋駅にほど近い蒲生駅、そして片町駅でした。片町駅は1969年に、蒲生駅は1970年に廃止されています。両駅の廃止の理由、それは寝屋川と並行して走る鯰江川を埋め立て、1969年に路線の高架化をすることで現在の場所に京阪京橋駅が完成したからです。遡ること40年前の地図を見るとよくわかります。
ピンク色の線は旧京海道です。ちょうど京海道と鯰江川が重なるところに京阪京橋駅が建設されました。青い線がかつて蒲生駅と片町駅を結んでいた旧京阪線、これが廃線となり、その下に京橋駅が新設されていることがわかります。続いては地下鉄です。京橋には大阪メトロ長堀鶴見緑地線が走ります。本来1990年大阪鶴見緑地で開催された国際花と緑の博覧会への観客輸送が目的でした。博覧会終了後の当時、都心につながらないこの地下鉄の存在感は非常に薄いものでした。そこで1996年に京橋心斎橋間が延伸されました。さらに1997年には心斎橋大正を延伸させることで、ようやく市民の足として活躍するようになりました。地下鉄延伸が進んだ背景には、京橋駅と大阪城に挟まれた広大な更地の再開発がありました。かつてここには大阪砲兵工場があり、不発弾の処理問題等で長らく開発されてませんでした。この跡地に大阪ビジネスパーク、大阪城ホール、ホテルニューオータニ大阪などのホテル商業施設、文化施設が建設され、バブル真っ只中の1986年昭和61年に町開きが行われました。大阪城北面から京橋駅に至るまでのエリアを大阪市東部における商業文化の一大拠点にしようとする狙いがあったわけです。この流れの中で地下鉄の都心部接続もスムーズに進みました。都心方面には大阪城の東側 OBP を通り、玉造交差点でほぼ直角に西に向きを変え、長堀通りの地下を通って心斎橋大正へ向かいます。続いて JR 京橋駅の変遷を見ていきましょう。1895年明治28年に私鉄鉄道であった何和鉄道が開業したのが最初になります。1906年明治39年に鉄道国有法により国有化されました。 JR 京橋駅については、かつて起きた出来事を2つ紹介します。1つ目の大きな出来事としては、太平洋戦争での大阪大空襲によるものです。太平洋戦争で繰り返された大阪大空襲は合計8回行われました。その最後の8回目に京橋駅がターゲットとなりました。1945年8月14日に約150機の B29 が大阪城京橋付近を爆撃します。京橋駅付近が標的となったのは大阪砲兵工場があったためと言われています。京橋空襲では1トン爆弾がばらまかれ、京橋駅には4発が命中したと記録されています。爆撃が始まるや、避難のため多くの乗客がホームや鉄道に逃げ込もうとしたことで、被害がより拡大したとも言われています。犠牲者の数は発表では210人とされていましたが、人の形、遺品も逃らない状態だったため、実際の犠牲者の数は約500人から600人とする説もあります。京橋駅付近が標的となった要因の一つ、大阪砲兵工場について少し補足します。この軍需工場の建設を企画提案し推し進めたのは長州藩士大村益次郎。近代的な軍需工場建設を推し進める大村は、この砲兵工場建設予定地を下見に行くときに、京都で大村の考えに不平を抱く同じ長州藩士により暗殺されています。享年45歳。同じく長州藩士の木戸孝允は、暗殺の危険性があるので大村の大阪行きに反対したと言います。それを振り切っての来犯だったそうです。大阪砲兵工場は太平洋戦争終戦まで兵器製造を担ったアジア最大級の軍需工場になります。この場所に設置された理由は、寝屋川、鯰江川による河川を利用した物資運搬の利便性、また京海道などの交通の要衝であったためとされています。砲兵工場の意向として最大なものが化学分析場です。橋としての京橋のすぐ近くに不気味に佇んでいます。1919年に竣工したネオルネッサンス様式のレンガ造り、1998年まで自衛隊大阪地方連絡部として利用されていましたが、現在は放置されており荒廃が進んでいます。そして2つ目の大きな出来事として、2006年9月、 JR 京橋駅付近のマンホールから大量のゴキブリが発生した事件、京橋駅ゴキブリ大量発生事件になります。事件の発端は、駅員がマンホール付近からゴキブリが発生しているのを見かねて、ほうきで駆除を開始しました。駆除しても収まらないことから、清掃員が殺虫剤を噴射しました。殺虫剤を嫌ったゴキブリがパニックを起こし、マンホールの隙間から数千匹と推測される大群が京橋駅を移動する騒動となりました。これにより駅構内もパニックとなり、警察が出動する騒ぎまで発展しました。2チャンネルでは京橋ゴキブリ駆除オフ会なるものが開催されました。なぜ京橋でこれだけ大量にゴキブリが発生したのか、明確な原因は分かってないようです。以上、京橋駅をめぐる2つの事件について話しましたが、話を再び終戦直後に戻します。
京橋駅空襲による被害後、駅周辺は焼け野原となりました。そんな中、大きな被害を受けた田村ガラスという会社が京橋駅の復興支援を行っています。工場内の残った事務所や2階を駅員の寝室などに提供しました。その他、陸軍下請けの工場群がこぞって復興に協力しました。その結果、被災より10ヶ月後には鉄道が再開したと言われています。そして交通の要衝としての影響から、罹災者や復員者らが京橋に集まり、闇市が形成されました。ここからは京橋周辺に形成された闇市から現代の商店街へと至る流れを俯瞰していきましょう。京橋周辺には砲兵工廠の下請け工場が集積していたため、多くの労働者が集まっていました。さらに戦後復興期には24時間操業の工場も珍しくありませんでした。夜だけではなく、朝もしくは昼に勤務終了になる工員も多かったといいます。したがって朝から営業する労働者向けの盛り場、飲み屋街が形成されていきました。戦後復興の中で1948年、都通り商店会が地域住民の主導で結成されます。大阪の下町情緒あふれる商店街、それが現在の新京橋商店街にあります。1966年、昭和41年12月にガラス天井のアーケードを備えて完成しました。新京橋商店街のランドマークとして目を引くのが真実の口になります。当時、映画ローマの休日が人気を集めたことから採用されたのだそうです。高度経済成長の流れの中、京橋エリアの経済成長は目覚ましく、必然的に大手商業資本がこれに目をつけます。1971年、昭和46年には近鉄グループの車両工場があった跡地に大英京橋店が建設され開業しました。画像では寝屋川と高架の間に見える緑色の部分に建設されたわけです。さらに手前ではグランシャトービルが建設中という非常に珍しい写真です。まさにこの大英およびその周辺に青春の思い出が詰まっているという方も少なくないのではと思います。大英のショッピングモールブランド、京橋ショッパーズプラザとして開業。ミスタードーナッツはミノーに次ぐ国内2号店、その隣には大英が展開するドムドムバーガーも見えます。余談ですが、マクドナルドが1号店を銀座に開店したのは1971年7月です。その前年、1970年にドムドムバーガーは東京町田に1号店を開店していました。大英の中内勲はマクドナルドの日本展開を創業者のレイクロックに打診しましたが、出資比率の折り合いがつかず断念。そこでドムドムバーガーを自主展開した、創業したという経緯があります。当時のテレビコマーシャルです。マクドナルドが日本上陸前にすでに開店していたドムドムバーガー。ダイエーが2016年にイオンに変わってからも営業が続いていましたが、2019年のイオンの閉鎖とともに営業を終了しています。ダイエー京橋店は JR 京橋駅と直結しており、ペデストリアンデッキがつながっている京阪京橋駅や OBP まで雨に濡れずに行くことができました。イオン京橋店は2019年9月で完全閉店し、47年の歴史に幕を閉じました。現在イオンがあった場所は更地となり、イオンモールを中心とした大型商業施設の建設が検討されています。話を少し戻します。1970年、京阪京橋駅の高架化に合わせて駅ビル内に京阪ショッピングモールが開業しました。開業時の写真です。アトバルーンが何とも昭和的です。駅の高架下にショッピングモールを作るという発想は当時としては非常に斬新でした。しかもモールという名称を日本で初めて使ったのがこちらの京阪ショッピングモールだったのです。地上6階建ての巨大なショッピングセンターで、施設内には多数のテナントが入っており、地元の人々にとってはショッピングの中心地の一つとなりました。京橋はええとこだっせ、乱射灯がおわっせ。京阪京橋駅近くで他に有名な商業施設といえばグランシャトー京橋になります。大阪の深夜帯に放送されたテレビ CM が有名です。大阪だけでなく近畿一円で有名になりました。その知名度は千日前の複合商業施設みそのビルと並ぶほどです。1971年に闇市で財を成した台湾の実業家が開業したとされています。パチンコ、ゲームセンター、カラオケ、マッサージ、サウナと大人向けレジャー施設となっています。松田優作、高倉健が出演した1989年の映画ブラックレインでは、このグランシャトーおよびその周辺でロケが行われています。なんとヤクザ役松田優作のアジトがこのグランシャトーに設定されていたんですね。大阪府警によるガサ入れも行われました。警部補高倉健が入ったパチンコ屋の撮影は近隣の別のパチンコ店が使われたそうです。開業当時バラック建ての多かった京橋では、ひときわ目立ち京橋の名物として定着してきました。グランシャトー京橋のテナントとして有名なのがナイトクラブコーランです。
200坪のフロアにダンスホールがあり、客は生バンドの演奏に合わせて華やかなドレスを着た女性とステップを交わしていました。2015年に閉店しました。余談ですが、閉店後の2018年、牧陽子、井上真央、大泉洋が出演する映画焼肉ドラゴンでは、このナイトクラブコーランでロケが行われました。他に京橋には昭和の代わりを色濃く残すラブホテル、ホテル富貴があります。昭和レトロなネオンが未だに残るホテルです。1977年創業、ラブホテルとしてだけではなく、現在は文化の発信基地としての側面も持っています。その理由に物語性あふれる客室設定があります。23の客室のうち8室は江戸の館風、中国の宮廷風、ローマ神殿風などそれぞれ異なる物語を演出しています。そしてここでコスプレの撮影会や朗読会が行われているとのことです。さらにまた映画の話になりますが、2021年公開のハリウッド映画 G.I. ジョー漆黒のスネークアイズにおいて、このホテル付近周辺でロケが行われています。ブラックレイン、G.I. ジョーとハリウッド映画が京橋に目をつけたのも、制作スタッフがこの街に何かアジア的な、あるいは日本的な混沌とした風景を見出したのかもしれません。この動画最後のセクションです。京橋で1992年から営業を続ける露天居酒屋を紹介します。 JR 京橋駅北口から1分の蒲生墓地隣に京橋居酒屋トヨがあります。このお店は平成以降、行列のできる立ち飲み屋として京橋では非常に有名です。開店が平日15時半にもかかわらず、午前11時から人が並び出すという人気店です。この店の下町らしさを象徴しているのが名物店主の筑本豊二さんです。この店のメニューの中にマグロ頬肉の炙りがあります。これが豊の名物商と言えるものです。金網の上に頬肉を敷き詰め、大きなバーナーで豪快に炙るというもの、さらに氷水で指を冷やし、バーナーで炙られている中に手を入れてかき混ぜる、動画撮影をするお客も多いです。店主の筑本さんは鹿児島県奄美群島の喜界島出身です。15歳の時集団就職で大阪に来て、当初機械工として生計を立てましたが、その後飲食を独学で学び、居酒屋を1992年に開業しました。はい、というわけで京橋の動画いかがだったでしょうか。大阪東の玄関として京街道の起点となり、かつてはこの道を西国の大名たちが参勤交代に使い、商人や旅人、幕末には浪士たちが行き交いました。その後交通の要衝として多くの人が集まる京橋は、大阪駅及び梅田周辺、難波に次ぐ賑わいを見せるエリアとなりました。京橋駅周辺には戦後の闇市、昭和レトロな雰囲気を今なお色濃く残す飲食店が少なくありません。寝屋川を越え大阪城と挟まれたエリアには、かつて東洋最大の軍需工場、大阪砲兵工場があり、この跡地は1980年代から再開発が始まり、大阪ビジネスパークとして生まれ変わりました。京阪京橋駅及び JR 京橋駅と寝屋川に囲まれた広大な更地には、かつてダイエーがありましたが、現在イオングループ主導で再開発中です。この再開発が完了した暁には、現在やや分断された感のある京橋と OBP が完全に一体化され、大きな人の流れがさらに京橋を中心として生まれていくことでしょう。今後も京橋の発展を見守っていきたいと思います。この動画が良かったなと思われましたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。ツイッターで更新情報、制作裏話を時々つぶやいていますので、フォローをお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。